ハーフジャパニーズはアメリカのオルタナティブミュージック、パンクロックバンド。1975年から1977年頃、ジャド・フェアとデビット・フェアの兄弟によりメリーランド州ユニオンタウンの自宅で結成される。結成時のメンバーは、フェア兄弟の他にマーク、ジックリングとリッキー・ドレイファス、ジョン・ドレイファス。フェア兄弟が独自で、 編み出した既存のミュージシャンの文脈からかけ離れた音楽スタイルが最大の特徴。宣伝からは程遠いアマチュア的な原始的とも言えるスタイルはアバンギャルド、実験音楽の境地にまで達している。ジャドフェアはあたかもギターを弾きこなしているかのような独自の奏法でも有名。30歳を超えるまで既存の音楽文脈に収まるようなギター演奏を 披露しようとはしなかった。ドキュメンタリー映画ハーフジャパニーズザバンドザットウッドビーキングの中で、当時のバンドのギタリストが語ったところによると、ジャドフェアはコードを1 2個程度しか知らなかったという。ハーフジャパニーズハドソーマッチファンインホットスプリングスゼーパブリッシュドエイブックアバウトイットロックキャンディーアー感想ニュースポリティックスオピニオンレストランズミュージック。 ム<ペ>ービーズアートアーカンソータイムズ2014年9月16日閲覧ありがとうございます